とことんより込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ、今日はタワー完全攻略やっていきます。まず1階ですね。1階がとにかく敵が多いです。むちゃくちゃ多い。なので、ある程度こう集めてから戦うようにするといいと思います。本当にね、一気にブワーってくるのよ、最初に。それがめんどくさいので、ある程度集めましょう。で、危なくなったらもうすぐに、おい、ポーションバリアだね。逃げるな逃げるな。ポーションバリアじゃない、ポーションポーションバリアは入ってない。よしよし、終わりですね。はい、まあ一回とにかく敵が一気に来るので注意してください。乱射のクロスボウ、これをね、最初から最後まで使っていきます。マルチショット長弾入れてください。で、まずはここに出てくる、エンチャンターだね。これを片付けましょう。で、下にもエンチャンターいるので、エンチャンターから先に、片付けるようにしてください。あいつがいるとどうしてもね、やられちゃうこともあるので、オーケー。エンチャンターがいなければもうザコです。オーケー、終わり。2回クリア。次、アップドラフトを取っていきます。で、エンチャントですけども、まず最初に弓を上げていくといいと思います。まずは弓から。で、近接はまだ後でいいので、まずは弓ですね。よし、もうなんかね、敵がねちょろちょろ湧いてめんどくさいのよ。よし、 OK、 いいね。今回まあ矢は結構たくさん使うんですけども、まあ、それなりの数出てきてくれるので大丈夫でしょう。こっちにもいるんかい、もう。よし、当たってね。はい、3回クリア。次、こうドラ取りたいんですけども、両刃斧の方で大丈夫です。乱射のクロスボウからエンチャントを入れていきましょう。ドラはね、まだ後で再度出てきますので、そこで取れば OK です。まずはこの武器を持ってるとだいぶ、楽に攻略できるので、こっちの方がおすすめですね。よし、これは便利だもんね、これは。で、ここも敵が意外と多い。もうちょっとこうまとめて出てきてくれるとありがたいんですけどね。で、4回クリア。次、何もいりません。エンチャント入れましょう。マルチショットですね。これでとりあえずは、乱射は OK です。まあ、後々、もうちょっと強くするんですけども、とりあえずは OK。で、ここ、クリーパー出てくるので注意です。1体だけですね。まあ、食らうことはないと思うんですけど、一応クリーパーは注意していきましょう。よし、 OK、 いいじゃない。あー、落ちちゃった。落ちちゃった。よし、終わりか。よし、5回終了。次、エメラルド装備を取っていきます。耐久力は下がるんですけども、クールダウンとポーションバリアついてるのでいいです。まずはクールダウンを入れていいと思います。アップドラフトがね、若干使いやすくなりますので、力入れていいでしょう。えい。で、次に、ポーションバリアかな、を入れていけばいいですね。よいし、あと
その下に2、3匹いて終わりか。青い、こっちにもいた。よし。6回クリア、次。報酬何もいりません。で、商人で、乱射をハープクロスボウに変えていきます。で次が、大釜ですね。エンチャントを入れていきましょう。ポーションバリア、そして毒の雲と吸血です。ドラがあるともっとね早く倒せるんですけども、まあドラなしでも交互打ちしていけば全然倒せると思います。あ、ミスった。何してんの。まあまあ危なくなったらポーションバリアがあるので何とでもなると思います。ミスったな。何してんだあれ。でここで影の断片を取っていきましょう。でここですけども、とにかくロイヤルガードが多いです。とにかく多い。なので基本ハーツクロスボウで倒す感じにしていくと、安全にいけると思いますよ。ここもね結構敵湧くんですよね。 OK、まあ、危なくなったらポーションバリアもありますし大丈夫とは思うんですけども、まあ一応この敵の数なので注意はしていってください。あと下かな、いた。で9回終了。次、愛のメダルを取っていってください。でここもね多いのよ敵が。エンチャントを入れてください。クールダウンです。愛のメダルとかを、もうちょっと使いやすくするためにクールダウンを入れておくといいですね。でここもロイヤルガードがね結構出てきてめんどくさいんですけども、まあ、愛のメダルでいい感じにしてあげてください。基本的には、ハープクロスで戦うように、近接で戦うともう火力不足でそんなに倒せないので、よし、もう近接じゃなくってハープで倒す感じですね。 OK、 もうどんどん使っていっていい。矢は結構出るので、そして愛のメダルを使って中のやつを倒してあげてください。やっぱりこっちに迷子さんがいたか。で10回クリア終了。次に行きましょう。ここでドラようやく出てきます。アップドラフトと変えていきましょう。でここは、クリーパーがやたら出てきます。ハープクロスで戦っていくと安全ですね。 あとはこの愛のメダルを使ってタンクとして動いてもらうとさらにいいですね。 OK、 いいね。クールダウン入ってるのでそこそこ連発が効きます。まあそこそこね。いけい、いいんじゃない。はい、11回クリア。でここで防具を魔術師に変えていきます。うん、耐久力はこっちの方が上なので、まあポーションバリアついてないですよ。でもこっちの方が俺はいいかなと思います。クールダウンを3入れてください。でここも弓で戦った方がいいですね。うん、危ねえ。で愛のメダルがクールダウンこれ2入ってるので結構使えます。なので、タンクとして中に送り込んであげてください。いけ、よし、送り込んであげるとねある程度の速さで、おお、びっくりした、びっくりした、びっくりした、ごめん、なんかメールが来ましたね。あれ、いた、迷子がいました。
で、ここは何もいりません。で、商人ですね。で、ここで、近接武器、これを上げていきます。うん、まあ、弓でもいいんですけども、まあ若干なりとも矢を節約するためにこんな感じにしてますね。うん、でも今回200本あるので全然足りると思うんですけどね。はい、いきまーす。ザコが出てきたらザコ2体に愛のメダルを使います。 OK で、ザコを倒して、倒した、あ、いよいよやった。で、この振り下ろし攻撃には注意ですね。で、弱点露出したらドラを使って一気に攻撃打ちしていきます。あんまダメな、あんまりダメージなかった。 OK、 よっしゃあ、では14回クリアです。振り下ろしは絶対食らわないようにしてくださいね。うん、やられちゃうので。で、ここでスノーアーマー変えていきます。耐久力を、重視していきましょう。エンチャントは、ポーションバリアです。これだけで OK ですね。んで、こっから弓を、さらに強化していきたいところですね。最終的には3-3まで上げます。結構敵が出るんだけども、OK。この耐久力があれば、問題ないと思います。危ねえ！おぉ、食らってる！食らってるわ。OK。エンチャンターがいるので早めに倒しておきましょう。 OK、まあ、とにかく一気に出てくるのでこの耐久力で耐えながら倒していきましょう。うん、あと武器に吸血がついてるんでね、それで若干なりとも回復します。 OK、 ゲイ。倒しきれないよね。ではしないさ、やっぱり。で、15回終了、何もいりません。で、ここもね、敵が多いのよ。敵が多い。マルチショット、これでハーフクロスボウ完成です。よし、いけ。オッケー、あぶねえ。あそこなんとかしたかったな。ここをなんとかしたかったけども、まあまあ仕方ないか。よし、もう最初のね、ここのゾーンがとにかく敵が出るのでここだけ注意。うん、あとはもうまばらなんで大丈夫なんですけども、ここがもうとにかく多いんでね。まあいざとなったら影の断片があるので、やられることはないと思います。早めに使っていきましょう。いけ。終わりかな。これなんか矢出た？あ、違った。魚だった。で、クリアです。何もいりません。で、ここもね、とにかく敵多いんですよ。とにかく多い。なので、遠距離から弓を撃っておくと、まあ正解だと思います。とにかく多い。よし、OK。なんか今、チミが変な場所に飛んでた気がするけど。大丈夫か？ OK。よし、終わりですね。いや、なんか変な場所に飛んだ気がしてね、倒せないかと思っちゃった。大丈夫でした。何もいりません。で、ここもね、意外と敵多いんだよね。愛のメダルを活用していきましょう。で、スライムがここ出て、こいつから結構ね、矢が出てきてくれるのよ。なのでスライム
スライムは愛のメダルじゃなくて普通に倒したい。 OK、 この吸血ついてればもうガシガシ回復するんで、スライムっていいよね。もうポーションみたいな感じで使える。よし、18回クリア。次で、ここでハイランドアーマー変えていきましょう。耐久力も攻撃力もだいぶ高いです。まあポーションバリアついてないんですけども、クールダウン入れておいてください。あとはとりあえずいらないかな。最後の叫びもいいんですけども、それを入れちゃうと、確か武器のエンチャントが微妙になってしまいますので、とりあえずクールダウンだけで、いいと思います。いいね、オーケー。こいつらがでも強いのよね。よし、矢は出ないか。出ないけど161本、もう十分十分、全然余裕です。でここでクレイモアに変えていきます。でエンチャントで虚無ですね。最終的には虚無3まで入れます。でここも意外と敵が多めです。なので、まあ、愛のメダルで突っ込ませるといい感じだと思いますよ。でいざとなったら影の断片ですね、うん、早めに使っていきましょう。よし、 OK、 TK 危なっ。あ、ちょっとこれあれか、あのスライムがかかってたね。まあいい、大丈夫です。20回クリア。で、ここで稲妻の矢筒と愛のメダルを交換していってください。まあ一応安全のためって思ってくださいね。でクレイモアをあげます。ボスを2パンで倒します。ボスを2パンでエンチャントで、虚無ですね。虚無3が入った、黒曜石のクレイモアの113だったらばワンパンで倒すことができます。やり方としましては、まずドラを使って一発叩く。ですぐに影化をして、で、虚無が溜まったところで2発目を叩くと倒せます。いきますね。結構ね、忙しいのよ。ポンポンポンって。 OK、 よっしゃー、こんな感じですね。ちょっとタイミングが遅れたりすると、なんかノックバックする攻撃してくるので、まあ、うまいこと攻撃の後速攻で、影化を使ってください。では報酬を見てみましょう。どうだ、微妙。あー、3だったら大当たりだったけどな。でも持ってるか。いや、1はいらないって。あー、よろしくない。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。